お、二人一緒。一人がいて、これだともう左側の人はもう右側の道に行けないから、多分反転はした上でどこにつなげるかなんだと思います。違うよな、これ違うよな。二人落ちちゃってるもんね今。二人落ちちゃってるんだよね。そうではないよね。あ、そっか。この状態でこれを上げてあげるんだ。そうすると二人乗ってる状態になるんや。なるほど。さらに上げる。さらに上ってどうやって行くの？あの位置ってどうやって行くんだ？あの高さやで。これでいけるんかな。あ、これで二人がかりになれば、なるほど、場所を調整すればいけそうな気がするこれ。こっちの子が下で、こっちの子がこう、この辺。あ、いけるいける。で、これだと、これでいけるかな。この位置で、行ってもらって、ゴールだ。道できた。道できて2人いけるねこれ。ここまでか。あと同じものが作れれば。あ、でもこっからは段差がなくなるのね。1人を上に上げるっていうことは、これ以上右に行けないってこと？どういう状況だこれ。こっちでも切んのか。こっちでも切んだわ。なんだこれ。右にいるキャラがこっちに来るといないことになるのかな。あの真ん中のラインに二人とも同じ場所に重なってしまうからなのかな。じゃあここをこうだよね。でここは登れないけどこうなって、だから逆にして、逆にしたことでもう一段どっちかが登れるよね。
じゃあ登ってであっちの子をこれでいい、あいやこれでいいんじゃない、これでこうして、あ乗れない、乗れた、よしこれでいいんじゃないかな、へえ、うう、どっちに行くってなったな、右行ってみようか、それぞれでなんか別々のギミックが追加になったりするのかな、なるんじゃないかな、これ石が押せるな押せる石だな、怖いな、そっか、こういう要素出てきたから今積みが出てくるんじゃないかな、変なことすると積んでしまうよな、怖いな、しかもこれ押したら止まらず直進するという不思議な物理をやってくれる人だね、そうなのか、向こう側に行きたいんだけど二人ともこっち側にいるんだよな今、あれを台にして乗ったりたいのよ、あーなるほど、こうしてうん押せるけど、押せるけどっていう感じにいたし戻れなくなったな、それをやった上であの上に行きたいんじゃないの、あーどう、ちょっと待てよ、でかいこの、ちょっと待てよ、今2人同じとこにいるのか、あーそっか戻れないのか、じゃあしたらいかんのか、押して邪魔になるようなところにあっちゃいかんのよな、なんか、なんだこれは、痩せてるこの移動量で、痩せてる牛の方には必ず壁ができてしまうんだ、なんじゃそりゃ、キテレツなことをやるな、どうなる、ああ押し出されるんだ、で固まるとその挙動もストップになると、いい、じゃああれだな、今までこれキャラクターどっちがどっちで送るとかってあんまり意識しなかったんだけど、ここから先はこの痩せてる子を生かせるかでかい子を生かせるかっていう選択を正しくやっていかないとゴールできなくなったわ、つまり難しいってことですよつまり難しいってことなんだな、まずどうしよう、これお、これダメなの、この子は今出れてない、あーで出るためにはなんかあれなんだよな、ここだったら出れるわね、あじゃあなんかこれはいい、これはいい感じだった、これでよかった、
なんか画面サイズが違うよ。縮尺が違うゾーンなの？やるのそんなこと。でかいから入れないんだな。壁なんてここで作るぐらいしかできへんしな。これは壁か？あ、できた。でかい子で行った。え、でかい子で行ったの。行けるか、行けるけれどもか。混乱した。小さい子は小さいままで行くのね。小さい子は小さいままで行くからここ飛べらんないんだ。マジか。入れ替えたらじゃあサイズが全然違う人がそれぞれのステージにいるってことになるんだ。やばいタイプのゲームになった。なったな。やばいな。ここを小さい子を生かして、大きい子左に行くで、これ解除できるでしょ。まず1個進んで、で1人ゴールに迎える。大きい子はそのまま、大きい子そのままいける。あ、じゃあもういいんじゃない。2人いけるけど1人はあれやん、こっちでゴールせなあかんのよ。できるか。この状態でまた入れ替え行くか。乗れるか。そうすると、いや、すごく不利になったのこの子は。めちゃくちゃに不利になってるんだよこいつ。あの、この空間この子自由自在か。だからでかい子を、あ、違う、小さい子を左の、いや小さい子右でもいいのにな。小さい子をゴールに、これで小さい子は運べれるでしょ。あ、そっか、乗っけてる間はジャンプできないのか。小さい子が上に行けて、でもあそこはまだゴールじゃないのよね。もう一個あるのよね。で、そこにさらに飛ぶために、これでっかい子でも、でっかい子でもこんな高さはいかないもんな。一人は乗るんだけど、二人を乗せるには、あれ、ここ行かないか。さっき、いや、行くはずだよな。さっき行ったもんね、この高さ。もう一人、あ、いけるよ。行けないんよ。ちょうど壁。なんか場所をもう微調整すればいける。ここでいいのかな。ここでいいんだよな。これでさっきと同じことを。頭が混乱する。乗れ、よし、これで、あれ、あ、ゴールサイズが逆なのね。それぞれ適したところに入らないとゴールにもならない。ああ、そう、ちょっと待てよ。こっちは OK でしょ。こっちはこうして、これで入れ替えだわ。やばい、ここはやばい。
ここが一番やばそうだった。どっから行くよ。動く岩ぐらいにしてみるか。なんか一番挙動が素直でなんか やっていける感はある。ここは本当か。まず押すしかないでしょ。押したら終わりだって。出れんのや。あ、出れるわ。出れる？出れないよ。そうか、これを、この岩をあれでっか、右から押すんですか。マジでか。ちょっと待てよ。できるか。できるわ。はあ、やばい。岩もやばい。岩もすらやばい。まあすごいな、このゲームすごいな。すごいな、すごいな、いいな、すごいな。語彙力が。右側に行きたい。これ回転しても同じことよな。だって別に2人とも同じ場所にいるんだもん。登れた。こらむずいな。このゲームはすごいな。これが無料ってすごいな。なんで無料になった？全然お金取っていいじゃん。いやー、右上どうやっていく？右上をあそこをどうやってつなぐかだよね。こっちを下ろして、そうすれば、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、どっちを、今どっちを操作してた？こっちを、あ、道ができる。あ、道ができる。道ができるが、岩が押せないのでは、これ。岩を押している判定にはならないんだよな。ならないんだよな。中途半端な石は押せないみたいやので、どこだ。じゃあこの位置ダメなのか。岩がないところ、岩がないところにさっきの階段を作れば登れるね。これ登れるよねと。邪魔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 。おお、こっちに来ちゃダメだよ。痩せてる子が下に行かなきゃ。そっか、それ以上超えられんのよな。そうか、下がない、ないな。二人ともこっちに来てもダメでしょ。ダメ空。ああ、そう、登れるけど意味がない。石の上ではストップはできないんだ。あ、そうなの。そうなのか。岩がこっちにある状態だったら、なんかここの高さでいけるのかな。この岩をまたこっち右に持ってくることができ、上に2人乗った状態でこれを右に送るってこと。
つまりちょっと待ってよ、今 逆だな、動かしてるキャラ逆だな。これが真ん中にあって、これ左に動かせる状態になって、かつ2人とも上に乗れる状況になる元、通れねえや。これなら通れないのか、通れないのか、ダメなんだ。へえ、これならいい。あ、でしかも押せる、押せるけど、押せるけど2人とも降りてきちゃってんだよな。状態ででかい子がもうちょっといい場所だ、この辺だよね。これだったら2人とも上にいて、かつ岩が右に行くのよ。でこれがこうなった状態ということは、ここの角を使って高い位置に飛びのない、むずいんじゃないこれむずいずら、今ひらめいてない。これをもっと右に押すとどこなんの、どこ行っちゃうのこの石。あ、行かねえか、そうなの。あ、このドンドンはあれか、2つ2つともちゃんと固定にしないとダメなのか。あ、待てよ、これ待てよ、1人岩に乗れるんやけど、あ、マジでか、うわ、おお、押せるけどな、ちょっと待ってよ、ゴールここでしょ、もう一人ゴール行ければいいんでしょ、乗れるんか、あー乗れるんか、そうか、そうだよ、やばくなってきました。このゲーム面白くなってきました。